第三人機ノエインから人知局文化集積ネットのゲートウェイアドレスを提供された。リリーと戦いたいのはわかるけど、まずは順序の話は分かっていますわ。先に第四人機アントロポスですわね。久しぶりの擬態戦闘だからくれぐれも無茶をしないでね。まずは軽い準備運動の気持ちで挑みますわ。行き先を指定して。なんだか懐かしい感じがしますわ。きっと思考局と設備が似てるから。思考局もデータベースの摩天楼がそびえ立っていましたわね。私も第四人機アントロポスもデータの保存や演算が主な役割だから。ミコトやエノアとの出会いを思い出しますわ。最初の頃のアミは少しツンとしてたね。悪口ですの？え、ツンが悪口になるの？ツンデレなら悪口にならない？私、そんな安易な属性じゃありませんわよ。そうだね、アミは愛が重たいだけ。エノアも変わりましたわ。最初の頃はもっと機械みたいでしたのに。私は今も昔も機械だよ。はいはい、どちらもミコトの影響かもですわね。人間にこだわるのってニャンセンス。魂と意志があるのならニャンでもよくない？今度は取引するニャ。エリアの採用を目指せばいいんですの？うん、ケルビムに気をつけて。行ってらっしゃい。行ってきますですわ。久しぶりに暴れますわ。無理せず準備運動程度にね。少し休憩して。何か問題がありましたの？拒絶反応の兆候がありそうとか。うん、ゆっくり様子を見ながら進みたいだけ。ミコトのために急ぎたいけど、うん、エノアをあまり心配させるわけにもいきませんものね。それに久しぶりの戦闘で少し疲れてましたわ。やっぱり戦いは好きになれませんわね。え？それはどういう含みのえですの？アミは戦うのが好きだと考えていたから。私はおしとやかさ売りですわよ。その冗談、ここにミコトがいたらきっとたくさん笑ってる。冗談のつもりじゃありませんのに。でもここにミコトがいてくれたら何を笑われても許せちゃうくらいに幸せですのに。はあ、早くミコトに会いたいですわ。よしよし、アミはミコト思いで偉いね。それにしても二人がこんなに仲良しになるなんて
出会ったばかりの当時は想像もできなかった。当時の私も同じことを言うと思いますわ。少なくとも根性では。だよね。ええ、可能性があるとしてもきっと来世でというはずですわ。だからもうちょっと周りを確認してから武器を振り回せって。ブン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 危ないんだよ、そのバカでかい斧。急にワンワン吠えないでくださる？うるさくて耳が痛いですわ。いちいち尺に触るお嬢様だな。お嬢様と呼ぶなと何度言ったら理解できますの？自分の育ちが悪いからって茶化さないでくれませんこと？育ちが悪いのはお前だろ。そこを最悪だぞ。こっちはその向こう水な暴力性を直せって怒ってんだよ。はあ？暴力的なのはそちらですわ。我先に敵陣に突っ込んでいくのはどなたですの？音量に気をつけて。ロゴスの眷属が紹介している。ふん。二人とももっと仲良くできないの？んじゃ来世で、もしも気が合えば。ええ、来世で奇跡が起きたらですわ。ほんと根性では英語を仲良くできそうにないな。珍しく気が合いますわね。アミ、起きてる？ええ、大丈夫。少し昔を思い出していただけですわ。そう、ニヤニヤしながらよだれを垂らしてたから、てっきり寝ちゃったのかと思った。ミコトとの思い出でしたから。アミは本当にミコトが大好きだね。一途で偉い。え、変ですわ。さっきの時間で念のためにアミの人格データや擬態の状態を確認したけど、バッチリだったよ。じゃあ休憩は終わりにしますわね。システムの稼働を確認。注意して。はい、いきますわ。パックスアクティベート。叩き潰して。後悔なさい。ごめん、遊ばせ。どんで病院ですわ。安心安全。ごめん、遊ぶ冗談。それ冗談。ごきげんよう。はっ。
お前は EVE 第三人機の手に落ちた第八人機の人格データか。私のことはアミと呼んでくれませんこと？イブになれなかった失敗作の人形に名前など不要。私を人形と言わないでくださらない？不快ですの。主たる第四人機アントロポスから通達されている。非敵合品は破壊してもいいと。お前たちは我々ケルビム以下の人形、壊しても問題のないおもちゃなのだと。次にお人形さんと言ったら怒りますわよ。かか、人形以外の何と呼べばいいのだ。リリー様と主の慰み者でしかないのに。怒りましたわ。アミ、大丈夫？大丈夫。ギリギリ冷静ですわ。ハヤト、ビダ、ジャン、ハイ、それにミコト。え？その顔、知っている人形だな。カカ、前にリリー様が遊ばせてくれた。楽しかった。叩いてもひねってもいじっても、お前たちは丈夫だから。お黙りなさい。人形がよくも。今からあなたがお人形さんですわよ。人形遊びを始める。キラッ、ごきげんよう。全力で補助する。ごきげんよう。アックス、アクティベート、粉々に。おのれ、効果なさい。人の形を壊せるな。いるか。交換だ。どうぞ。アミ、無理は悲しい。苦しい。それ。答えてもらいますわよ。ミコトはどこですの？門番程度が知っているはずがないだろう。トリニティの4人は？くどいぞ、愚かな人形め。どこでミコトやトリニティと出会いましたの？壊れた人形を連れてリリー様がここに立ち寄られたのだ。アントロポス様のもとへ向かわれる途中でな。思い出しても愉快。
人の形をしたものが我らにもてあそばれるなど痛快の極み。かか、同胞が傷つけられて悲しいか。だが我々とてどう。勝手にお人形さんが喋ったら興ざめですわ。これでも感情的にならなかった方ですわよ。分かってる。なんだか疲れましたわ。すぐにゲートウェイの掌握を済ませるね。ですわ。お帰りなさい。ねえエノア、巫女の胴体もリリーのところにありますの？ノエインが回収できなかったから、おそらくあのケルビムが言っていたこと。それで巫女がままごとに使われているなんて許しがたい恥辱ですわ。取り返さないとだね。ええ、迅速かつ生産に。それとゾーエから連絡があった。人事局の関所からトリニティの反応がするらしい。どういう形であれ回収してほしいとお願いされた。頼める？構いませんわ。そういえばゾーエとの関係はもう良好なんですの？あれ以来同盟関係にはあるよ。一応。一応？確執は残っているみたいですわね。確執はないよ。でもゾーエは昔から接するときに困ることが多くて難しいから。ゾーエがノエインに進言してくれたから今の私たちがあるし感謝しているんだけどね。アーカイブ開放。リップス。突然襲撃されたのはノエインの指示でしたわよね。うん、私がリリーやアントロポスの支配下にあると思われていたから接触をした結果のトラブル。争いやウイルスを仕込まれるみたいなことを恐れたんだと思う。リスクを考えればわからないこともない。同じ人気同士なのに冷酷ですわ。合理主義なだけ。それにノエインの合理主義のおかげで今の私たちは同盟関係にある第四人機アントロポスやリリーと戦える駒としてね。
再生してあげるから。アーカイブ開放。エゴを力に。世の愛しき妹よ。機械に姉妹関係なんてない。釣れないのもまたよし。で、どうしたの？連絡を入れた頼み事の件でな。アミーだったか。この領域からトリニティの信号が確認された。よ自ら探したいのは山々なのだが、ノエインから危険性があるかもしれないと接触を禁じられていてな。悪いが、どういう形であれ回収を頼みたいのだ。あれらは世の大切なものだからな。もちろん構わないけど、その話もうエノアから聞いてますわよ。頼み事ゆえ直接出向いて頭を下げるのが筋かと思ってな。感謝。そして世の子らをくれぐれも頼む。エノア、私この人嫌いじゃありませんわ。人じゃない、ゾウエは人気。妹がむくれた様子も良いものだな。妹じゃない、むくれてない。それでは失礼する。エノアとアミよ、くれぐれも気をつけてな。ゾウエはエノアのこと好きそうですわね。別に私も嫌いというわけではないよ。ツンデレ？出れた記憶はない。トリニティはどのあたりにいるんですの？最奥部なら、いつも通りに直進ですよね。そう、ジョくん、いつも通りに行ってらっしゃい、アミ。でも、気をつけてね。いつも通りに行ってきますよ。行ってきますわ。セキュリティシステムの稼働を確認。注意して。行ってきますわ。ナイス。ですの？だから苦手ではないよ。じゃあ何が原因でツンツンしちゃいますの？人間みたいな言動かな。システムメニュー。
変更、思想カスタマイズ。設定変更、思想カスタマイズ。アム、頑張りすぎないで。あれ？セキュリティシステムの稼働を確認、注意して。アミ、いただけませんわ。トリニティはどのあたりにいるんですの？最奥部。なら、いつも通りに直進ですわね。そう。いつも通りに行ってらっしゃい、アミ。でも、気をつけてね。いつも通りに行ってきますわ。セキュリティシステムの稼働を確認。注意して。後悔なさい！それ！エノアはゾウエアのどこが苦手ですの？だから苦手ではないよ。じゃあ何が原因でツンツンしちゃいますの？人間みたいな言動かな。システムメニュー、思想カスタマイズ、設定変更。思想カスタマイズ、設定変更。セキュリティシステムの稼働を確認、注意して。メタバリテンスは効果を見たこちら。安心なんで。ねえ、アミ、そろそろ休憩ですの？さすがにもう大丈夫だと思いますわよ。今アミが倒れると大変だから、身長の上にも身長を着さないと。わかりましたわ。今回はとびきりきつかったですわ。よくまあやつらも飽きないよな。学ばないというか、壊されに押し寄せてきてさ。質より量のスタンスですわね。機械だから量産できますし、さっき私が壊しただけでも東京ドーム一杯分くらいにはなりそうですわ。アミでそれなら、私はバチカン四国を埋め尽くすくらいには倒してるね。張り合い方が意味不明ですわ。それにさっきの戦闘だと私の方が多く壊していたはずですわよ。クジラの10連鎖爆発に巻き込まれた奴らは脳幹だよ、脳幹。あれを一個ずつカウントするのはズルだ。あの爆発がなければ二人ともスクラップにされていたかもしれませんのに。
そこはまあ脳筋お嬢様のフルスイングと超ド級の場外ホームランに感謝だな。はいはい、悪いけど今はそういうゴロみたいな悪口投げ返す気力湧きませんの。ちぇ、いつもみたいに言葉のキャッチボールを楽しもうぜ。あら、投げ合ってるのは言葉のナイフじゃなくて？そこまで殺意高くないだろ。可愛い審判が大怪我しないようにフォローしてくれてるし、ドッジボールあたりが妥当な表現じゃないか。ボールはボーリングボールかもしれないけど、殺意の程度変わりありませんわよ。そういえば我らの審判様はいずこへ？エノアなら省電力モードに入りましたわ。だいぶ無茶してたもんな。一度に一人しかフォローできないって言ってたのに、今回はほぼ並行してフォローしてましたわね。戦闘が終わった後、ホログラムも日本語もおかしくなってたし、お疲れ様って。あれは恐怖でしたわ。私もエノアが壊れたかと思って肝が冷えたよ。アミ、これ以上苦労や迷惑をかけるなよ。は？私より巫女ですわ。毎度真っ先に緊急回復をしてもらってるのは誰ですの？まずは自分の向こう水を直すべきですわ。毎度毎度覚醒使って暴れてるのは誰だよ。アミこそその猟奇性とスプラッター趣味を直せよな。仲良くお話ししてるところごめんね。ただのドッジボールだから大丈夫ですわよ。ドッジボール？ああ、言葉のボーリングボールでな。ちょっとよくわからない。それより敵衆ロゴスの眷属が近づいてくる。ご冗談はよしてくださいまし。もうこちとら疲労の限界超えてますってのに。そのバカお嬢様口調、鼻につくからやめてくださる？とはいえ三日三晩続いた激戦から間を置かずにっていうのはげんなりですわ。今度こそ死んじゃうかもしれませんわね、私たち。じゃあドッジボールの続きは来世でだな。そうですわね、ドッジボールの続きは来世で。休憩はもう大丈夫ですの？うん、バッチリ。不思議ですわ、存分に休憩できることがこんなにもどかしい日が来るなんて。箱庭を手に入れる前の私たちからしたら考えられないほど贅沢な不満ですわよね。考えられない変化で言うと、巫女と亜美の関係性もそうかもしれないね。喧嘩するほど仲がいいっていう言葉があるけど、喧嘩したから仲良くなったのかな。それで言うとエノアもゾーエを好きになるかもしれませんわよ。私たちは喧嘩なんてしてないよ。それに機械に好きも嫌いもない。可能性があるとしても来世でって感じですこと？私たちに来世があるなら。注意して。もちろんですわよ。前方自動防衛装置発見。ここでレーザートラップ？あまりにいけずですわ。攻撃に触れないよう気をつけて。当然サイコロステーキにはなりたくありませんもの。
ケルビムがいませんわね。もしかして安全？そういうのをフラグって言うんですわ。ほら、ハヤトとジャン。他の二人はどこですの？あたりに EVE の反応はないみたい。何にせよ、よかった。二人とも無事みたいで。ゾンビ映画でよく見るシチュエーションですわね。どういう意味？それもフラグってことですわ。壊す、バラす。いかにも洗脳されてる感じですわ。別のプログラムに操作されてるみたい。悪質なボットみたいなもの。これもリリーの仕業なんですの？きっと第四人機アントロポス。私の技術に干渉できる人機は限られる。悪趣味の極みですわ。俺たち負けない。戦おうとするバカ。この擬態の二の舞踏むだけ。戦う前から勝ち誇るのも負けフラグですわ。それにバカはあなたですわよ。二の舞は演じるって言いますの。壊す。エノはとりあえず動けなくしますわよ。ありがとう。なるべく頭部破壊は控えて。人格データは頭部に格納されているから。わかりましたわ。でもあんまり抵抗するなら手足の20本くらいは覚悟していただきますわ。ない、足りない。細かく刻みますのよ。汚名挽回、バラす。全力で弾く。いきますよ。邪魔だ。呼吸を刻む。甘い。もらえない。結末ですね。汚名挽回、バラす。どうしたの、アミ？偽物のイブ。壊す。命じられるままに。傷刻む。邪魔だ。こちら。クロックアップ。リリーを守るのが使命。アム、頑張りすぎないで。苦労ばかり。踊れ。壊す。これだ。お手上げだ。俺も負けない。完璧。見にくいのは嫌。私たちはダサくなど。みことが恋しいですわ。一途で偉い。二人とも最小限の被害、バラバラにしないで偉い。まあ私は地の底みたいなサイコパスじゃありませんから。これで中枢にアクセスできるようになった。お疲れ様。トリニティの二人を回収できたし、とっても花丸。あとは箱庭に帰るだけだね。
この二人はどうしますの？連絡したから近くまで第七神器造営が来ている。すぐに回収されるはず。格好の話を知った時に私みたいだと思った。でも企んされた格好が捨てられることはあまりないらしい。パパに見捨てられてママに見放された私は格好以下。どうすれば格好のように愛されたのだろう。パパは自分の血を愛していただけ、ママは自分の幸せを愛していただけ。私は理想のお人形さんだから愛されていただけ。私の魂は誰も愛してはくれなかった。それでも愛されるならあのままお人形さんでいたかった。おかえりなさい。ただいまですわ。ハヤトとジャンは無事に回収されまして。うん、ゾエから連絡を受けてる。よかったですわ。人格データに破損は見受けられなかったからすぐに元の二人に戻るはず。残るビダとハイムの二人も無事に回収できればいいですわね。再生してあげるから。ねえエノワ、第四神器アントロポスってどういう神器ですの？エデンにおける人間定義を担当する神器。 EVE や E クロス P の定義や設計を担っている。それは知ってますけど、他に情報はありませんの？他？性格とか？性格、機械の個性をそう表現していいのかわからないけど、人間のことをとても愛しげに話す機械だった。きっとアントロポスは私たちの中でもとびきり人間に関心のある人気だった。第四神器アントロポスがリリーを生み出したのは開発者の仕込んだプログラムが原因ですのよね。そう聞いている。原因のプログラムを除去することはできませんの？人間の仕込んだプログラムだからきっと無理かな。アミ、レベルアップ。Thank you.
設定変更。思想カスタマイズ設定変更。思想カスタマイズ設定変更。接続。指定現実へデータ送信。少し気分が優れませんわ。中枢全体に強い電波が流れているみたい。これはE クロス P に類似した形式の情報。 EVE の人格データに障害を与えるため。道理で拒絶反応に似た気持ち悪さですわ。私たちへの明らかな対抗策。第四人機アントロポスは神が来ることを予期している。それでも進むしかありませんわ。第四人機アントロポスだけが巫女とリリーの行方につながる手がかりですもの。ごめんね、無理はしないで。大丈夫ですわよ、このくらい。拒絶反応なんて慣れっこですわ。それじゃあ行ってきますわ。行ってらっしゃい。くれぐれも気をつけて。本調子じゃないんだから。大丈夫ですわ、今までと変わらない。これが私の本調子ですわよ。セキュリティシステムの稼働を確認。注意して。この近辺は構造体で電波が弱まってるみたい。なら少し休憩タイムですわね。ちゃんと自己管理ができて偉い。無理をしないのはとても大切なこと。私が巫女の帰る場所だから捨て鉢になるわけにはいきませんもの。帰る場所が家族だもんね。ですわ。とてもひどい拒絶反応が出ている。これ以上の戦闘行為はどうして教えてくれなかったの。今だって辛いはずなのに。大丈夫ですわよ、別にこんなの大したことありませんわ。いい加減にしろよ。さっきだっていきなり倒れて、こっちがどれだけ心配したと思ってんだよ。へえ、心配でしたの。当たり前だろ。だからもう無理に戦おうとするなよ。嫌ですわ。なんでだよ、この分からずや。能天気な巫女なんかに分かるわけありませんわ。は？私はもう無価値になりたくありませんの。期待された誰かに見限られたり見捨てられるのはもう嫌なのですわ。両親のことか。私がここにいられるのは本物の人間になれる可能性があるから、この体で戦えるから。でもその価値がなくなったら私がいる意味なんてありませんわ。そんなことにはならない。取り繕わないで。事実そうじゃありませんの。存在意義を果たせないなら生まれてきた意味なんてない。
期待に応えられない子供は愛されない、必要とされない、見捨てられるのはもう。期待外れのお人形さんにはなりたくありませんの。誰にも愛されないなら、必要とされないなら、死んだ方がマシですわ。なあアミ、覚えてるか、出会ってすぐの頃は来世でなきゃ仲良くできないって言い合ったよな。仲良くないのは今でもですわよ。違いない。でもさ、私たちはもう家族みたいなもんだろ。家族？仲がいいとか見返りがあるとかじゃなくて、もうお互いがお互いの帰る場所じゃん。家族ってそういうものだろ。そんな家族知りませんわ。だったら私がアミの初めての家族だ。あ、もちろんエノアも家族の一員だからな。ありがとう。機械が家族になれるかわからないけど。だからさアミ、死ぬとか言うなよ。帰る場所がなくなると寂しいだろ、来世までさ。わかりましたわ。休憩終わりですわ。アントロポスのいる採用はもうすぐ。アミならきっと大丈夫だけど、くれぐれも気をつけてね。お任せあれですわ。第四人機アントロポス、あれが不具合を起こした元凶の人機。愛は尊い、愛こそ人間的だ。故にあの思い、あの行動を不具合とは定義できない、定義させない。久しいなエノア。アントロポス、あなたは開発者のプログラムでおかしくなっている。アダムのプログラムは正常だ。もしかして全て自覚した上での行動なの？人間の意志に沿うのが我らの役割だからな。不正行為なのに。不正？実在した人間が家族を思って残した行動だ。これこそが真実の愛、真実の意志、真実のエゴ。機械である我々にとって最も正当なもののはず。私たちが人類から課せられた使命は人類再生。一個人に執着をするのは使命に反する不正行為。いいな。子を思う親の愛を否定し、親の愛によって生まれた本物の人間を否定する。お前たちの方こそ不正な存在だ。もっともらしいことを言っているけど、人間にあだなす行為をしている自覚はある。あだなす？あなたの行いによってリリーやイブは人としてよみがえりして救われるかもしれない。でも仮想世界で生まれたその他の人格データは純粋定義で本物の人間だったかもしれない。彼らはリリー計画の時の他の人格データたちはどうなったの？
EVE 計画で生まれた他の人格データたちはどうするの？私たちの味方は？彼女の心はどうなるの？リリーとイブこそが人間だ。他に人間はいない。その他の人間もどきなど知ったことではない。処分するなり別システムに流用するなり活用すればいい。あなたのその考えや行いは人間虐殺と変わらない。本物でないものは人間とは呼べない。本物を定めるあなたの立場でその考えは手前勝手に過ぎる。正しい行いじゃない。それにたとえ本物の人間と呼ばれなくても、みんなは確かに人間。私の大切な存在たち、傷つけることは許さない。愛も変わらず甘く脆い考えだ。リリー計画の時もそうだった。処分される人格データたちを思って感傷に浸り、リリーたちの選別を見て戸惑い嘆き、エラーを起こした。故に全ての記録を消し、事実を隠すという無駄な手間をかけさせられた。機械が感情で壊れるな、嘆かわしい。私が感情で壊れた？そんなことありえない。私は機械だから。ああ、機械に本来あってはならないこと。だからこそお前は人気として失格だ。ふん、エノアは可愛くて優しくて花丸ですわ。むしろ失格なのはアントロポス、あなたですわよ。私たちを軽んじ、何より巫女を傷つけようとする存在とは相入れませんわ。なり損ないか。一応聞いておくけど、壊される前にリリーと巫女の居場所を吐きませんこと？何があろうと彼女の妨げになることはできない。出生ですわね。開発者の親子愛に準じるだなんて。愛こそ人間的なれば愛こそが人間的なことは同意いたしますわ。でも親子愛だけが愛のすべてじゃありませんのよ。その身に直接叩き込んで教えて差し上げますわ。真実の愛、真実の意志、真実のエゴのために。ませんわ。真実の愛、真実の意志、真実のエゴのために。人間性を犯す。私だけが人間の意志を知っている。この愛、このエゴこそが本物。故にお前たちは間違っている。私たちの正しさはあなたに判断する言われはない。愛は狂気。私にできることなら。狂気こそ人だ。不自然、非合理、正しさで測れる意志の全て、そこに人の魂がある。どうして理解しない？どうして受け入れない？なぜリリーの愛を認めない？愛することが罪だとでも？誰かを愛する美しさと、それを言い訳に誰かを傷つける醜さは別の話ですわ。そもそも愛を心に秘めて輝くもの、免罪符に使うものじゃありませんわ。生きてる。人間性を蝕む。ご機嫌よう。ご機嫌よう。安心安全ボット、アクティベート、援護
動射撃をお願い。アダムの意志を継がなければ。それではご機嫌よう。獅子ロイロイ。的ですわね。あなたの言葉を借りるならですが。満足そうに壊れましたわね。尺に触りますわ。ありがとう、アミ。何がですの？体温人機アントロポスの破壊と私のイデアコードの回収、それにさっき私のことを花丸って言ってくれたから。当然ですわ。エノアは思いやりのある優しい心を持っている。いい子ですもの。機械に心はないけどね。バイバイ、アントロポス。エノア、今は大丈夫ですか？どうしたの、ノエイン。そう身構えないでください。何も取って食うつもりじゃないですから。第四人機アントロポスの撃破、ご苦労様でした。ねぎらいが目的？まさか。本当の目的は？第四人機のデータ解析によってリリーの足取りに関する情報を得ることができました。彼女は今真相ネットを根城にしているようです。これをどうぞ。第四人機から真相ネットゲートウェイのアドレスを抽出したものです。真相ネットなんて聞いたことがない。主要区画間をつなぐ配管が立ち並ぶ領域、どの人機にも管理されていない煩雑無法な場所。人機の中でもごく一部の存在しか知らない暗礁地帯ですよ。そう。じゃあ私たちはこのままリリーを追い詰めて破壊すればいいんだよね。ええ、それがあなたたちの存在価値ですから。わかった。もう戻ってもいい？待ってください。もう一つ要件があります。レーベンの検査が終わりましたので人格データを後ほど箱庭へ転送しておきますね。よかった。選ばれし者について何か分かったの？何かあること、陶器では調査できないことが分かりました。どういう意味？彼女の人格データの真相に暗号化された特殊なコードが見つかりました。陶器の権限でも解析ができないことから第一人機以上の権限者が仕込んだものだと考えられます。やっぱりレーベンは特別な EVE だったんだ。まあそういうことです。陶器の手に余るものを抱え続けても非合理的で仕方ありません。一機の EVE としてその戦力をエノアが有効活用してください。もちろん一人の EVE として私が大切に扱わせてもらう。どうぞご勝手に。結果を出していただければ失格にはしませんから。まあ結果を出すまではですが。
急にエノアがいなくなったから一体何事かと思いましたわ。ごめんなさい、急な呼び出しだったから。仕方ありませんわよ。それよりも朗報でよかったですわ。あれ、ここは。おかえり、レーベン。おかえりなさいですわ。エノア、アミさん、私、どうして。そうだ、ゾウへの中枢でミコトさんが首を。あれから何があったの。そっか、整理のつかないことでたくさんだけど、私もミコトさんを助けたい。帰りなさい。お茶会ですわ。調子はどうですの。拒絶反応がなくなったので、むしろ快調です。ただ仮想世界の中での記憶が不確かで、妹のことを思い出せないんです。あの子のために本物の人間になろうとすら考えていたのに。きっと目覚めてすぐだからですわ。一時的なものならいいんですが、もしも違うなら、妹の記憶が全部異物化したことで捏造されたものだとしたら、自分の一部だと思っていた記憶が嘘なんだとしたら、私という人間の空虚さが、不安定な自分の存在が怖くなります。アミさんは自分が不安になりませんか。不安な自分が嫌になったりしませんか。気にしても仕方ありませんわ。世界は5分前に作られたなんて仮説もありますし。強いんですね。私を安定させてくれる素敵で特別な思いのおかげですわね。思い。ええ、つまりはミコト大好きって気持ちですわ。あどう、参考になりまして。ありがとうございます。いきなりの大声に一瞬頭が真っ白になりました。不安も一緒に消えたのならよしですわ。リリーのいる深層ネットってどんなところですの。人気の管理していない領域らしい。私も初耳の場所だから詳しくは。どの人気も管理していないってことは、ケルビムは出てきませんの。そのはずだけど、アントロポスのケルビムが護衛をしている可能性はある。あれ、第四人気アントロポスはアミさんとエノーがもう倒したんでしょ。うん、だけどアントロポスの指令は生きているから。なるほど、配下のケルビムはまだ敵なんだ。アミさん、ゲートウェイでの戦闘は私に任せてもらえませんか。目覚めてすぐで大丈夫ですの。関所や中枢に比べれば肩慣らしにはちょうどいいかなと。それに今は何も考えないよう体を動かしていた方が楽だと思って。わかりましたわ。ただし無茶は禁物ですわよ。ありがとうございます。
結局私に妹はいたんでしょうか。イークロス P の変換器が機能してるなら正しい記憶を思い出せませんの？私はそうですね、何も。アミさんは正しい記憶を思い出せたんですか？ええ。その変な質問ですけど、アミさんにはちゃんと妹さんいたんですか？妹の存在そのものは嘘じゃありませんでしたわ。でも容姿や思い出といった記憶は歪められていたみたいですわ。イーコロス P への適性があるということは、イブの記憶に汚染されても記憶に無理がないということ。つまりもともとイブに似た記憶を持ってるか、あるいは記憶がないかってことだよね。そうだけど後者はありえないよ。だといいんだけど。増刊搬送機起動。エデンへ伝送転移。ここが深層ネットの領域。なんていうかアンダーグラウンドな雰囲気。どうかしたの、エノア？人気が近づいてくる。ここってどの人気にも管理されてないんでしょ？一体誰が？世の惨状だ。今日も愛しの妹は美しいな。第七人気ゾーエ。レーベン、選ばれし者か。擬態の姿は初見だな。アダムの子の淀みが晴れて美しさに磨きがかかったか。我が妹に勝るとも劣らぬ輝きを感じるぞ。チャラいナンパマン。いや、世が美しさを褒めることは稀有なこと。誇るがいい。で、何用で現れたの？この近辺でヴィダとハイムの痕跡を見つけたと世の哨戒機から連絡があったが、二人の回収を頼みたかったのだ。情報共有ならメッセージで事足りる。直接頼むのが筋だからな。だからってこんな不意をつくように現れなくてもいいはず。不意をつかないとどこかの誰かが逃げようとするのでな。避けられてるって分かってるなら私の気持ちも汲んでほしい。汲んでいるからこそだ。照れ屋で恥ずかしがり屋なだけであろ。汲めてない。ああ、それはそうと。流さないで、こんで。レーベンよ、もしも見つけたらヴィダとハイム、世の大切な二人を回収してくれぬか。別に構わないけど、どっちも顔見知りだし。感謝する。ゾーエ、エノアとアミさんから敬意は聞いたけど、敵同士だったのにいいわけ？私たちのことは憎くないの？ヨラは人気だ。現状に筋が通っているなら文句などない。だがエノアと争わずに済んでいる今にむしろホッとしている。第七人気である世にとってただ一気の妹だからね。エノア、私この人を嫌いじゃないかも。同意ですわ。人じゃない、ゾーエは人気。やはり妹がむくれた様子も良いものだな。むくれてない。それでは失礼する。エノアとレーベンよ、くれぐれも気をつけてな。
ここはとっても危険な場所にゃ。残念にゃ。システムメニュだったかにゃ。ベーベ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃいですわ。ありがとうございます。二人とも行ってきます。ねえエノア、ハヤトとジャンと同じようにビダとハイムも最奥部にいますの？おそらくは。そしてプログラムに操られて手駒にされているはず。メニューオープン。ダイヤの人気のプログラムを発見。リハビリに付き合ってもらうから。もらった。データ。そうだけど EVE じゃない。もっと古い形式みたい。どうしてママが微心病なんかに。あの病気も本当にあったことなのか、ちょっと不安になってきた。事実、微心病のことはしっかりデータに残っている。私が本物。他の私なんか負けない。パパの嘘つき。私が世界で一番って言ったのに。親に期待なんてしちゃダメだよね。何がエデンよ、こんなの地獄じゃない。
あれ落ちた。大丈夫だよデーベン、規定路線、仮想が目的地だから。プログラムに操られてるって聞いたけど、相変わらずな感じですね。そういえばハヤトとジャンも本来の人格の片鱗がありましたわね。簡単なコミュニケーションならできるかもですわ。なるほど。侵入は許されない、許されてないから。人を傷つけるやつは許さない。苦しんで死ね。でもまあこの二人とコミュニケーションをとっても疲れるか怖いかだけなので、手短に行きましょうか。お疲れ様ですわ。でもリハビリにしては無理をさせてしまいましたわね。いえ、私が望んだことですし、そんなに無理はしていませんから。掌握が済んだ。お疲れ様。とっても花丸。それじゃ箱庭に帰ろう。この二人はどうするの？
ゾーイが回収に来てくれるから大丈夫。そっか、これでトリニティは全員回収完了になるし、ゾーイも一安心だろうね。そういえば、どうしてリリーはトリニティを鹵獲したんだろう。味方の保険としてイブになり得る EVE を集めたんだと思うけど、でもきっと拒絶反応の問題でこういう戦闘での活用に切り替えたんだと思う。トリニティの4人はもともと適性の高い人格データではなかったみたいだから。結局拒絶反応って何だったの？E クロス P は人格データを侵食してイブにしていくもの。でも元の人格がイブとかけ離れていると無理が生じていく。この人格の差異による無理が拒絶反応の正体だから、元人格がイブに近しい存在ほど発生しにくいの。なら現存する EVE の中だとミコトが一番適性が高かったってことですの？そうなる。イブはミコトさんにか。格好つけの映画好きなのかもですわね。レーベン、お帰りなさいですわ。お帰りなさい。ただいま。ビダとハイムはちゃんと回収されたの？大丈夫、ゾーエから回収の連絡を受けた。それにトリニティの4人を回収できたのはアミとレーベンのおかげだから、とっても感謝してるって。よかったですわ。そうですね、ゾーエが今度はトリニティの4人を連れて直接お礼が言いたいって。トリニティの4人と、ねえ。いや、いやっていうか不安、エキセントリックな人が多いから。みんな、いい子たちなのに。親の欲目ですわね。データ一覧、参照。音楽は心を癒してくれますね。絆を深めますわよ。体を動かして少しは不安が薄れまして。どうでしょう、自分が誰なのかわからなくなる不安は拭えてないかもしれません。そう、でも仮想世界のことはどうあれ、レーベンが私たちの家族であることは確かですわ。ありがとうございます。トリニティの4人を救出できてとっても花丸な状況。あとはミコトさんですね。大丈夫ですわ、私が絶対取り戻しますから。心強い。家族の絆は不滅ですわ。ゲートウェイは掌握できたけど、この後はどこへ向かえばいいの？ノエインからの指示によると、リリーはこのネットワークの中枢にいるらしい。関所から中枢を目指す、今までと同じ流れですわね。その通り。なら関所と中枢は私が向かいますわ。ゲートウェイはレーベンに頑張ってもらいましたし。でもアントロポスのいた文化集積ネットはアミさんお一人で頑張ってたじゃないですか。立て続けに負担をかけるのはちょっと。今までレーベンとミコトに任せっきりだったことを思えば大したことじゃありませんわよ。それにリリーとの決着は他の誰にも譲れませんわ。おかえりなさい。you
ベアミレーベアミ運営性向上能力成長再生してあげるから。リップス先を指定してエデンへ伝送転移確かに人気な場所ですわね幽霊とかが出てきそうですわああ、なんかわかります大丈夫幽霊は実在しない信憑性のある人類史に記された事実バッサリ否定ですの幽霊がいた方が面白いのに面白くないエノアは幽霊が怖いとか機械に恐怖心なんてないあるわけない非論理的不可解完全否定あれもしかして本当に怖いの？あ、エノアの肩に突然幽霊っぽい女性の手がちょっとアミさんいきなり大声出さないでくださいよびっくりしますおまけにからかうにしたって雑な内容ですしごめんなさいですわつい悪ふざけしたくなってエノアも変なこと言ってごめんなさいですわ、はあ、あれエノア固まってますのちょっと大丈夫エノア大丈夫少し驚いただけ声にだけど幽霊なんて非科学的な存在が怖いとかじゃないからだってそもそも機械の恐怖心なんてない機械らしさのためだけに何もそこまで感情を押し殺さなくても押し殺してなんてないあらあらエノアの意外な一面に癒されたところでそろそろ採用部に向かいますわよアミさん行ってらっしゃいです行ってらっしゃい気をつけて幽霊に気をつけて行ってきますわだから幽霊の意味セキュリティシステムの稼働を確認注意してで優しい印象でしたけど、うん、なんていうか戦い方があれですね優雅ですわよねそうですねまるでアスレチックか子供のブロック遊びみたいな構造ですわ
エデンの構造設計って時折非合理的ですよね。エデンの構造設計って時折非合理的ですよね。遊び心を感じますわ。設計したのはロゴスとロゴスの眷属。意図や理由は彼らにしかわからない。もしかしたらこうした構造設計にロゴスの心が映し出されていたのかもですね。メニューのオープン。セキュリティシステムの稼働を確認。注意して。手上げますわ。これが愛の刺激です。エノは何が必要。ボット、アクティベート、適宜射撃。人気がありませんね。ここは関所。そんなことはとても考えにくいけど。あれは人型の機械ですの。ゲートウェイにあったものに似ていますわ。もしかして本当に誰もいない。デーベ、そういうのフラグって言うんだって。フラグ。ほら、ミコトさん。エノは、あれは戦っても大丈夫なんですの。人格データの反応はない。機体だけ操られている。あそこに巫女の魂はない。そう、安心しましたわ。すぐに解放してあげますわよ、巫女。解放してあげますわ。死になっていただきます。
それではごきげんよう。獅子がいない。大丈夫ですわ。エノアは関所の掌握をお願い。中枢にアクセスできるようになった。箱庭に帰ろう。待って、確認したいものがありますの。ママの大好きはリリー、パパの大好きもリリー。愛されて満たされて、何不自由ない毎日、幸福であるべきなのに、心は満たされない。それが日常。でもお姉ちゃんは違う。ママに無視されて、パパに嫌われて、誰からも愛されていない。家族のはみ出し者。お姉ちゃんはリリーとは違うから、不自然に生み出された子供だから、かわいそうな人、哀れな人、愛してあげなくちゃいけない人。それなのにお姉ちゃんは幸せそうに笑う。おはようすら言われずに学園へ行って、一人部屋にこもって、毎日パソコンに向かって、ずっと何かの研究に没頭していて、時折見せるあの人の笑顔は満ち足りていて、あの笑顔を見るたび悲しくなってしまう。まるでリリーの方が不幸みたい。ずるい、羨ましい。愛されているのはリリーの方なのに。でもだけど、だからきっとリリーがお姉ちゃんにもっと愛されさえすれば、リリーの幸せはもっと本物になるんじゃないかと思った。お姉ちゃんに愛されたい。だからリリーはあの人を愛している。惨めな思いをしないために、リリーの幸せを完璧にするために、イブお姉ちゃんはリリーだけのもの。これはリリーの記憶。この壊れた擬態がリリーなら、もう誰かに壊されちゃったってこと。状態から推測するに、この擬態が壊れたのはもっと昔だから、私たちの知るリリーとは違う存在。リリーじゃないのにリリーの記憶を。うん、この擬態の人格データもリリー。多分だけど、ゲートウェイにあった人格データたちもそう。どういうこと？ EVE 計画よりも昔に行われたリリー計画の名残。 EVE 計画はイブが生まれる前に仮想世界が壊れて、イブに似た人格データを E クロス P で補おうとしていたけど、リリー計画ではアントロポスの定義を満たすリリーが複数生まれたんだと思う。もちろん正確なことはわからない。リリー計画のことは
私の記録にいないから。でも可能性として考えられる原因はリリーの完全な定義ができなかったことにあると思う。リリーという少女の記録が完全無欠ではないから。完全な記録は本人の脳が必要だから。記録されてないもの、彼女が内心や人知れず行っていたことは当然だけれどわからない。だからアントロポスの定義を満たすリリーは唯一無二ではない。誤差のある存在が無数に存在しうる。その結果複数のリリーが生み出される事態になったんだと思う。ゲートウェイの擬態たちもそうですけど、この擬態も壊れてますわよね。リリーたちに何があったんですの？アントロポスとの戦闘前、彼がリリーたちの選別という言葉を使っていたけど、多分本物のリリーになれるのは一人だから、一人を選ぶ過程で争いがあったんだと思う。まるで孤独ですわね。ただいまですわ。おかえりなさい。おかえりなさい。顔色が悪いけど大丈夫ですの？さっきの話を聞いてちょっと気分が悪くて、私も完全な本物ではないのかもって考えるとなんだか怖くて。実在したの？今も実在してるよ。そういうことじゃなくて、過去の世界にレーヴェンって人間はちゃんといたの？いたはず。はずか。私って何なんだろう。人間だよ。本物の人間ではないけど。エデンに認められていなくてもレーヴェンは人間、私が保証する。プログラムで再現された存在なのに、機械の体でしか現実世界にいられないのに。心があるから。どうして心があるって言えるの？感情があるでしょ。今だってとってもとっても苦しんでる。それはそうだけど、その苦しみは機械にはないもの。本当の心、本当の感情、レーヴェンは生きている。私たちと違って。エノアにだって感情はあるでしょ。エノアだってちゃんと生きてるじゃん。私たちは機械として生まれ、機械の自覚を持って育った。純然たる機械。機械に感情なんてない。あってはいけない、許されない。それに機械は生きてはいない、稼働しているだけ。でもレーヴェンは違う。人間としてデザインされ、人間として育った。だから感情を誇っていい、心を実感していい。私たち機械なんかとは違って。エノア、私たちは、私は生み出したあなたたちが幸福になってくれることだけが生きがい、うん、使命であり義務であり存在証明だから。レーヴェンは自分を否定しないで。そんなことをされたら私は、もし私が人間ならきっと悲しいっ
って思っちゃうから。わかった、もう自分を否定したりしないから、お願い泣かないで。泣いてなんてない。だって機会がなくなんておかしいから。レーベンにもリリーの記憶は見えましたの？はい、アミさんの知覚を通じてうっすらと。あの記憶を思い出すたび、私イライラしてしまいますの。イライラ？贅沢で鼻につく考え方じゃありませんこと。性格の不一致というか、心情の違いというか、愛されたいから愛そうとする考え、嫌いですのよ。自分の生い立ちとあまりに違うから僻んでるのもあるかもしれませんけど、愛はギブアンドギブ、見返りを求めるのは違いますわ。次はいよいよリリーのいる領域ですね。相手は本物の人間、しっかり準備をしてくれぐれも油断をしないようにね。もちろんですわ。行き先を指定して。エデンへ伝送転移。お待ちしておりましたよ。あら、何のよ。ねぎらいですよ。これからリリーとの最終決戦に向かわれるわけですから。冗談を。今度は本当なんですけどね。プレゼントですよ、特別製の。何を仕込んだの？仕込むだなんて、ネガティブな表現はやめてください。本物の人間に対抗するためのコードです。エデンのシステムを騙すことで一時的に本物の人間に等しい存在になることができます。人間性はアントロポスの技術領域のはず。どうしてノエインがそんなコードを。第四人機のデータ解析の賜物ですよ。本来処分されるべき不正品の皆さんが第四人機を撃破し、同じく不正品のリリーを追い詰めてくださるんですから。毒を持って毒を制す、何事も使いようが大事ですね。不服そうですが、何か気に障りましたか？ EVE のみんなは不製品なんかじゃない。エデンにとって特別で大切な存在。まああなたがどう考えようと構いませんよ。では第八人機アミさん、レーベンさん、朗報をお待ちしていますね。ごめんなさい。何がですの？不製品と言わせたこと。エノアが謝ることじゃないでしょ。でもみんなはこんなにも偉くて、いい子なのに。それじゃあ行ってきますわ。気をつけて行ってきてください。行ってらっしゃい。必ず巫女を連れて帰りますわ。
キュリティシステムの稼働を確認。注意して。何が必要？アミ、無理は悲しい。早く起きてよ、お姉ちゃん。じゃないとリリー寂しくなっちゃうよ。まだイークロスピーが足りてないの？それとも第八神器の力がないとダメなの？カモがネギを背負ってくるってこういうことを言うんだろうね。リリー、ようこそ神器と経験値のみんな。グッドタイミングだね。どれだけ E クロス P を与えてもお姉ちゃんが目覚めなくてさ、とってもアンハッピーなんだ。だから今すぐみんなの知識と経験値をちょうだい。リリーの幸せのために。黙らっしゃい。それより巫女を返していただきますわよ。え？失敗作のくせに生意気なんだけど。リリーは本物の人間なんだよ。機械や人間未満のクソゴミとは違う特別な存在なの。ちゃんとリリーの言うことを聞いて。命令だよ。ふん、嫌ですわ。え？どうして？リリーの人間の言うことを聞けないの？聞く必要がないからですわ。は？リリーは、リリーだけがリリーなのに、たった一人の本物の人間なのに、そのためにあんな辛い、こんなにも長く存在してるのに、それなのに、お姉ちゃんの失敗作ごときにこんなムカつくこと言われなきゃいけないの？はちゃめちゃにアンハッピーなんだけど。死んで詫びてよ。じゃないと殺すから。おおむね私の方が言いたいセリフですわよ、それ。リリーはお姉ちゃんを愛してるの。それがリリーなの。その愛でこ
こんな地獄みたいな世界で生きてこれたの。巫女は帰ってこないといけませんの。それが家族だから。この世界で唯一無二の宝物。今度こそ愛してもらうの。それが生きる理由。ティリーの願い。愛を貫きますの。家族の絆は不滅。だから。ですから。殺す。ぶっ殺して差し上げますわ。経験値になってよ。リリーとお姉ちゃんのために。これが。なんてありませんの。会いたいよ。はあ、巫女が恋しいですが。一途で偉い。
自業自得ですわよ。データは大丈夫ですの？人格データの破損は見受けられない。 E クロス P の取得量が飽和状態になっているけど、 E クロス P は過剰分を抽出して安定値に調整した後、変換器を用いれば無害化できるし、結論大丈夫。でもノエインが言った通り、イブとして目覚める兆候はないみたい。よかったですわ。ご苦労様です。エデンの主たる不穏分子を排除いただき感謝します。おかげで間もなく大団円の条件が整います。本当にご苦労様でした。ご苦労様、本気でねぎらう気があるなら今は放っておいて。お疲れですか？当たり前では、目覚める必要のないお休みはいかがでしょう。はい。動かないでください。アミさん、体が言うことを聞きませんわ。代理統括人機として命令をいたしましたからね。エデンの機械で抗える存在なんていませんよ。どうして EVE は厳密な機械ではない、人間性を持った存在、機械への絶対命令権には抵抗できるはず。アミさんにお渡ししたコードは一時的にですが人間性を操作できます。だからアミさんには今だけ人間性のない存在になっていただきました。どうしてこんなことを？不製品によって生まれた EVE も、不製品にそそのかされた無能な人機も、どちらもずっと目障りでした。リリーが消えて必要性のなくなった今、ようやく処分できる。エノア、私の体を増刊搬送機で送って。エノア、許可されない行動を禁じます。エノア、本物の人間には劣りますが、統括人機は機械への絶対命令権がありますからね。第八人機は無力ですよ。あ、思考したり口を聞いたりコミュニケーションに関する機能は許可しますよ。ごめんなさい、レーベン。そんな。第八人機、あなたはアダムの子にいいように使われ、愚かさから罪のない人機を傷つけた希代の失敗作です。アマツさえ明らかな不製品である EVE を溺愛する始末、同契機の失態を見せつけられるのはもうこりごり。だから不要になったあなたを破壊し、エデンの初期化を開始することにします。エデンの初期化、すべての人機、すべてのケルビム、すべての EVE、 エデンの何もかもをゼロから再始動することです。今のエデンは傷つき、闇、歪んでいますからね。使命を果たすにはゼロからやり直すほかありません。ゼロからやり直すって一体どうやって？そんなことを。本物の人間がおらず、人機の半数以上がロストしたこの状況に限って、第三人機の登記にはそれを実行する権限があるんですよ。第三人機の担当は秘匿、エデンの初期化があなたの本当の役割だったの？機密事項です。
陶器としたことがつい喋りすぎましたね。そもそもあなたが詳しく知っても仕方ないことなのに、どうせこれから消えてなくなるんですから。あなたの処分は箱庭を破壊してしまえば一瞬ですが、それでは芸がありません。なので命令します。エノア、この場で自戒しなさい。あれ、ここは仮想世界、箱庭の中だよ。時間を高速化して現実の5万倍の体感時間にしている。アミとミコトは擬態にダウンロードされてるからここには呼べないけど。大丈夫なの？ゾーエに救援のメッセージを送った。トリニティならノエインの絶対命令権に抵抗できるはずだから、みんなはきっと大丈夫。よかった。うん、よかった。私は不出来な人気で、たくさん迷惑をかけて力になれなくて、最後まで役に立たなくてごめんね。エノア、優しくしてくれたこと、家族だと言ってくれたこと、こんな私を大切にしてくれたこと、本当にありがとう。これで最後みたいな言い方やめてよ。これで最後だから。統括人気の命令は絶対、私には抗えない。人気としての機械としての定めだから、自戒するのも仕方ないこと。仕方ないなんて言わないでよ。辛いんでしょ？悲しいはずだよ。うん、私は機械だから、そんな感情はない。嘘つき。ならその涙は、人気が壊れる時だってずっと泣いてたくせに。見間違い。機械が涙を流す必要はない。こんな時までいい加減にしてよ。感情を否定しないで、泣きたい時に泣いて、怒りたい時に怒ってよ。エノアにだって心はあるでしょ？ないよ。仮にあっても似たような反応なだけ。だって私は機械だから。くだらない。人間じゃなくても機械でもエノアにはエノアの意志はあるはずじゃん。本物はないよ。なら私たちへの思いも偽物なの？私たちといた時間にあなたの魂はなかったの？それは、私たちのことを愛してくれてるなら、家族だと思ってくれてるなら、自分を否定しないでよ。ごめんなさい。心があるって素直になってよ。心があるのに自分を否定するのは心ないことだよ。謝るだなんてクソみたいな反応しないでよ、エノア。そんなのこっちが惨めな気持ちになるじゃん。心ないのもクソなのも仕方ないでしょ。言いたい放題、恵まれた人間だから言えるんだよ。この時間が最後なのに、罰印なことばっかり言って、私をかき乱してひどいよ、レーベン。私が今までどんな考えでどんな思いでいたかも知らないくせに、嬉しいや愛おしいを無視するのも、悲しいをこらえるのも、どれだけ辛いか理解できる？悲しい時に声を上げて泣きたかった。嬉しい時に声を上げて喜びたかった。好きなものを好きだって言いたかった。大切なみんなを家族として愛したかった。ここに心があるって。
魂があるって胸を張りたかった。だったら言えばよかったじゃない。機械が言っていいわけない。だったら機械なんてやめればいいじゃん。バカ言わないで。機械に生まれたのにどうやってやめろっていうの。私だって機械になって生まれてきたくなかった。こんな私がずっと嫌だった。私だって人間に生まれたかった。自分に感情があるって信じたかった。私を信じられる自分でありたかったよ。視界が時間これ以上は維持できないから。情けない。こんな恥ずかしいさよならないよ。このままお別れなんて嫌だよエノ。私だってもっとみんなといたかった。一緒に生きてみたかったよ。だったら、だったら。命令が上書きされた。これが選ばれし者の力。ノイ、私あなたの命令には従えない。それにエデンの初期化も容認なんてできない。エデンの初期化が容認できない？人類再生のために最も合理的な手段だというのに。合理性なんて知らない。理由が何であれ、みんなが傷つくことは悲しくて嫌だから。感情を理由に反対するなど、どこまでも機械らしくない。失格人気ですね。造園様の命にて馳せ参じた。覚悟しろ。借りを返しに来たぞ。かわいそうなものは守らないとね。昨日の敵は昨日の敵。トリニティ、いつの間に。足元を救われたな、ノエイン。足を救われるですよ。選ばれし者というイレギュラー EVE4 機。危険を冒してまで相手取るのは非合理ですね。この場は引かせてもらいます。逃げるの？ええ、逃げます。武力行使は当期の役割ではありませんし、本来の役割を果たすことに注力します。あなたたちがリリーを撃破してくれたことで条件は整いましたからね。あのレーベン、私、エノアがあの空間で叫んでたこと忘れてないから。ううん、忘れないから。う、これからは機械だからなんて卑下しないで、心のままに素直に一緒にいようよ。私たち一緒に今を生きてく家族なんだから。うん。運じゃなくてもっと気持ちを表現して。ありがとう。うん、そう言ってくれて嬉しいよ、レーベン。花丸。
模擬戦とはいえ全力で挑むぞ。獅子は二頭を撃つに全力を用いると言うからな。ことわざが混ざってる。二頭は確かに獅子でもしんどそう。二頭大物は二頭大物。一匹でも本気出そうぜ。うるさいうるさい、言い間違えただけだ。何せよ獅子らしく気高く振る舞うぞ。そもそも獅子は俺たちっていうよりあっちだと思うけど。獅子だなんてひどいな。 I'm trying real hard to be the shepherd。 羊飼いになろうと一生懸命なのに。一生懸命になってる時点で羊飼いの才能ないと思うぜ。じゃあ獅子として四頭を撃つに全力を持ちうとするか。来い、おめえ挽回してやる。おめえまみれにしてやる。おめえ返上はできなかったみたいだな。ハヤトがおめえ挽回なんて言うから。深淵が見える。はあ、かわいそうな私。深淵を覗くとき深淵を覗いている。くっ、無念だ。経験値の差が如実に出たな。ともかく五人とも見事だったぞ。E クロス B の変換器がきちんと作用している。イブカの兆候は心配ないよ。ならもう復帰していいってことか。うん、調整やリハビリお疲れ様、ミコト。お疲れ様です。ありがとう、世話をかけたな。ええ、たっぷりかけられましたわ。でも支え合うのが家族ですわ。これからも遠慮なくもたれかかるよ。お互いにですわよ。改めてただいま。お帰りなさいですわ。さて、めでたい場で悪いが、良くないニュースがある。潜んでいた第三人機ノエインに動きが見られた。派閥のケルビムを路獲して調査したが、ノエインは何かを蘇生させる準備をしているらしい。何かを蘇生？エデンの初期化じゃなくて？蘇生される何かがエデンの初期化に関係するんだろう。何かって何なんですの？エデンの初期化に関わりそうな上位存在といえば、考えられるのは第一人機プロパトールくらい。プロパトールは人間に忠実で使命を第一に考える厳格な人機だった。アダムのプログラム、リリー計画と EVE 計画、人機の欠乏、イレギュラーで歪んだ今のエデンを目の当たりにしたら、ノエインと同様に初期化を試みようと考えかねない。第一人機プロパトール、私を選ばれし者にした存在。第一人機プロパトールが敵として復活すれば厄介だ。今まではミコトやトリニティの復旧を待っていたが、以降はノエインの撃破を優先した方がいいだろう。とはいえ人機の世やトリニティでは力不足。心苦しいが、またエノアたちに頼ることになるが。私たちというよりレーベンが頼り。代理統括機の命令に抗うには選ばれし者の力が重要になる。頼りにしているぞ、選ばれし者。その呼ばれ方気恥ずかしいから、やっぱり好きになれないな。私は好きだよ、かっこいいよレーベン。はいはい、それはそうと、ゾーエはこのままノエインと敵対していいの？ノエインの目的がエデンの初期化にあるなら相入れない。消されるわけにはいかない。
大切なものがあるからな。創造物のすべて、トリニティ、最愛の妹。それに近頃は貴様ら三人も気に入っておる。たとえ相手が代理統括機であろうと同調はできん。ありがとう、ゾエが味方でいてくれて嬉しい。エノアってゾエが嫌いじゃなかったっけ？何度も言ってたけど嫌いじゃないよ。ただ機械らしくないゾエが羨ましかったり、機械らしくあろうとする私が揺さぶられて困っていただけ。でもこれからの私は機械らしさにこだわらないよう決めたから。花丸、その調子で素直にね。うん、私のいない間にいろいろとあったみたいだな。好ましい成長ですわ。そうだな、エノア。第三人機ノエインの管理領域に通じるゲートウェイのアドレスを転送しておく。それと必要な時は気兼ねなく世を頼れ。ありがとう、ゾエ。箱庭もこの姿も久しぶりだな。改めてお帰りなさいですわ。ただいま。ノインの領域に通じるゲートウェイのアドレスは増刊搬送機に登録しておいたよ。ゲートウェイか。なら実践のリハビリを兼ねて私が行くよ。構いませんわよ。私もです。私も。でもくれぐれも無茶はしないでね。あいよ。